やあみんな、兄貴店長です。今回は建築の土台や海洋開発用の構造物に使用されるセメントを運ぶ船を紹介しよう。この動画を最後まで見ればセメント船の特徴とそこで働く船乗りの仕事を理解できること間違いなしだ。このチャンネルでは様々な船の特徴や船員の実態を分かりやすく解説しているので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは本日も出航。皆さんは普段工事現場でコンクリートが使われている場面を見たことがあるかな。ビルや道路の建造に使用されるコンクリートは私たちの生活に身近な存在だが、その原材料であるセメントは船で輸送されているんだ。そもそもセメントとは粘土や石灰石、石膏を混ぜた非常に細かい粉末で、ここに水を加えてよく混ぜると固まる。実は古代エジプトのピラミッド建設から使用されていた歴史がある建材だぞ。今回はそんなセメントを運ぶことに特化したセメント船の世界を見ていこう。セメント船は国内の生産工場で作られたセメントを港に設置された流通基地に運ぶ船で、そのほとんどが瀬戸内海の造船所で建造されている。船のサイズとしてはバラ積み船と比べて小型で、積トン数が数千トンクラスの船が多いぞ。セメントは非常に細かい粉末なので風が吹くと吹き飛んでしまう。また一度でも水に濡れると二度と製品として使えないため、セメントに役は空気圧を利用して密閉に役されるんだ。セメント船に貨物を積み込む際はタンカー中央部の投入口から伸びるシャロにセメントを投入する。すると投入された粉末状のセメントはシャロを降りながら途中にある投入用の配管から各タンクに均等に積み込まれていく。こうすることで飛散しやすいセメントを確実な位置に振り分けることができるんだ。現在ではコンピューター制御でこれらの工程を自動化できる装置も出てきており、セメントが特定のタンクに偏り船が傾くことを防ぐことができるぞ。反対に荷揚げをする際はセメントが粉末状であることを利用し、タンクに高圧の空気圧をかけ、ホースを使って一気に地上のサイロへと運び出す。この方法を使うと岸壁から遠く離れた施設へもあっという間にセメントを運ぶことができるんだ。積み作業は陸上作業員が主体となって行うが、荷揚げ作業は船側がブリッジから遠隔操作することで行われる。セメント船は荷役設備の運転に手機を用いるため、荷役中に機関部も機関室で当直に入る。甲板部だけではなく船全体で荷役を行うのが特徴だ。セメント船は甲板上に大きなパイプが入り組んでいる独特なフォルムになっている。整備は大変だが無骨なシルエットに魅せられてこの船を選ぶ船乗りも存在するぞ。他にも荷役機器の取り扱い、メンテナンスなどの幅広い業務経験を積めるため力がつきやすいという特徴もあるようだ。ここからはセメント船で活躍する三等航海士の仕事を覗いてみよう。7時起床。セメント工場は24時間稼働しているため着産時間は不定期。昨晩積み地近くでアンカリングしたため今朝は積み荷役からスタートだったな。7時半朝食を食べ歯磨きなど身支度を行い着産に備える。8時当直開始。前船の荷役完了を待って8時に着産。工場の在庫状況やバースの混み具合に応じて到着次第荷役を行うこともあれば、沖アンカーで待機もしくは仮バースを取ることもある。セメント自体は危険物ではないので、街中に近い公共バースで仮バースが取れるのも魅力だ。8時半、荷役開始。セメントの積み荷役は陸上の作業員が主体となって行う。ホースを取り付けたら積み込み開始だ。今回の荷役は8時間を予定している。荷役時の仕事はホースの取り付け、バラスト調整、荷役監視なのだ。セメント船は荷役時間が非常に長く、ワッチでの荷役作業であることが特徴だ。担当航海士はパーゼロを担当するため12時まで200ワッチを行う。12時昼食、ワッチが終了し昼食を取る。朝が早かったのでさすがにお腹が空いた。今日の昼食は市中町の得意料理であるカツ丼だ。16時200完了し出港。昼食を食べ終わり200が完了したら出港作業を行う。無事出港完了すれば次の当直まで休憩時間だ。横になって休んだり趣味のコーヒーを楽しむ。20時到着開始。次の港に到着するまで30時間ほどかかるので航海ワッチを担当時間で繰り返す。一晩明けて翌日の夜10時アンカー。積み荷役を行った日から30時間航海し、荷役日前日の夜10時に目的地の港に到着。
パーゼロ担当なので24時まで当直を行い、明日の2役に備え睡眠をとる。積み荷を上げるサービスステーションは朝一から稼働しているため、6時頃からスタンバイを行い、着産上げ2役のワッチを行う。セメントの上げ2役は本線側の制御パネル操作が主体となる。空気圧力でタンク内の粉末を流動化させて2役し、運転圧力や圧縮機の空気量を調節することで2役スピードを調節する。先輩曰く2役計算が必要だが、計算通りに2役が完了した時は超気持ちいいらしい。2役時間の予定が立てやすいことはいいことだ。上げ2役もおよそ8時間かかるため、15時頃に2役を終えて出航。セメント船を選んだのは船速がゆっくりしており、大型船は特に月の航行数が少ない傾向にあるため、バタバタしすぎないことを魅力に感じたからだ。工場、船、港の状況次第で休日、休憩が不定期になることもあるが、その分手当が充実しており給料は結構いい。セメント船は圧送ホースの見回りやバラスト操作など覚えないといけないことが多いため、わからない点は積極的に上司に質問して早めにキャッチアップすることが重要だ。セメント船については以上だ。セメント船の内容をもっと知りたい人は、今回取材に協力いただいた会社のリンクを貼っておくので参考にしてみてくれ。 Twitter や Instagram でも情報発信しているのでフォローをお待ちしています。最後まで見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。海が呼んでるぜ。